今年も残すところあと120日となりました。南です。マイアミではありません。昨日歌の練習をしたんですけど、今課題曲がビヨンセの If I Were Boy なんですけど、練習しようと思ってカラオケに行って、その動画を撮ったんですけど、やっぱり相も変わらず載せられなくて、後で多分まとめてこれと一緒に載せるので、よかったらぜひご覧ください。歌超難しい。最初はさ、静かなんですよ。 If I were a boy なのに、もうその次から If I were a boy なんですよ。待ってと思って 高い高い高いと思って、超いい歌だけどね、あれ。それを貸してくれた先生、ありがとう。なんか私舞台上で歌いながら踊りながらお芝居やりながらみたいにやりたいんですよ。全部ごったにみたいなやりたくて、なんかどこだっけ、なんか台湾かどっかのさ、マレーシアだっけ、なんかデザートで全部ぐっちゃぐちゃに混ぜたやつをなんかモーモーチャーチャーって言うんですよ。でなんか私もモーモーチャーチャーがいいなと思って、何かをやるにしてもなんかその形容できないものをするのがすごいやっぱ好きというか、多分みんなも求めてるし私も求めてるしっていうところでニーズが一致する気がするんですよ、いつも。だからやっぱり岡本太郎じゃないけど、あれは何だったんですかっていうのが一番いいんですね。だからすごいちょっとこれから先そういう感じでいこうと思って、最近落語ハマってるからさ、落語の要素とかも入れたいのね。すごい、そうなんだよ。アイデアはいっぱいあるんですよ、本当に。なんかさ、またでも復活するかもな、なんだっけ、あれ、なんだったっけ、待って、今、東海道中膝栗毛しか出てこない、違うんだよ。じゃなくて、つれづれ草を私、現代バージョンにして書いてたんですよ、ずっと。で、あれ、すごいいっぱいあるんだよね。300もあったっけ、なんかあるんだけど、全部やるまで書こうと思ったんですけど、随筆文ってね、まあその時の自分の捉え方のポジションが低かったからかもしれないんですけど、書いててどんどん暗くなるんですよ、気分が。でだんだん嫌になってきちゃって、なんか文句多いなみたいになっちゃって、でなんかそれをちょっと面白おかしくもうちょっとこう書けないもんだろうかということをしようと思って放置したんだよね。で放置したままだからさすがにちょっと書こうかなと思って、なんかこうやってやってると裸みたいだね 着てるよ、着てんだけど裸みたいだね ロシアのゴールドラッシュだって。そう、何の話だっけ。あ、そうそうそうっていうのがあるんですけど、今日はね時間にゆとりがあるから、もしかしたらすげえ喋るかもしれない 分からない、分からない。あー、ゾウさん、
かわいい、ゾウさん。え、ゾウさんさ、こうやってやるじゃん、耳。ピロンピロンみたいな。めっちゃかわいいっすよね。これと、あと尻尾。なんかあのさ、ピンピンってこの動き？あれさ、絶対私人間はできないじゃん、この動き。すっごいいいなって思うんですよね。なんか、真似したいなって思いながら、ずっとあの動き見たりとかしてるんですけど、たまに。すごい、群れで移動してる。ゾウってすごいよね。ゾウさんってさ、なんかすごい究極の母性を感じるんですよ、私ゾウさん見ると。ゾウすっげえみたいに思うんだけど、逆でもやっぱり強いじゃん、おっきいし。だからそういう強さみたいなのもすごい感じるし、なんかそういうのが全部混ざってる感覚があって、すげえ尊いなって思うんですよ、いつも。ああ、小僧が寝てる。すいませんね、ずっとテレビ見て。まあ、そんな感じなんですよ。なんか私がこの動画で、ね、人生いろいろありますよね、とか言うじゃないですか。いろいろありますよね、で、片付けてんじゃねえよって思われてんだろうな、とか、若干頭の片隅で思ってたんですけど、意外と、みんな優しくて、ね、いろいろ、ありますよねって思うんですとか言ってもらえたんですよ、この間。ちょっと嬉しかったです。 あ、そういうふうに捉えてくれてありがとうみたいな。そう、なんかね、みんないろいろありますから。でもね、やっぱり思い出すんだけど、いつも前にインドカレー屋の店長だった時に、なんていうのかな、こうビブグルマンってわかる、ミシュランガイドっていうのがあるんですけど、ミシュランじゃないよ、あの星つくやつじゃなくて、星つくやつの前にミシュランガイドっていうのがあるんですけど、それに載ったんですよ、うちのカレー屋が。で、まあ、嬉しかったんですよね、2年連続で。自分が店長の時に乗ったからすっごい嬉しかったんですけど、やっぱなんか私オーナーとかとちょっと喧嘩してたんで、こうなんかね、まあ簡単に言えばね、ボーナスとかもらえなかったんですよ。で、なんかね、なんでこいつにボーナスあげんのみたいな人にボーナスが行ったことを知って、やっぱちょっと悲しくなったんですよ。怒ったっていうよりは悲しくなったと同時に、結局ボーナス目当てで働いてたんかいっていう、なんか自分に対するなんかその感じとかもいろいろ、なんか嫌な感情みたいにいっぱい出てきちゃって、すっごいズーンみたいになって、それなんかもうストロングゼロのレモンを飲みまくった時がある、あるんですけど、その時にインドのね、みんなシェフとかが言ってくれたことがあって、みなみねって。で、インドって女の子が泣くと涙出るじゃないですか、こうやって。ダメだよ、そんなダイヤモンド出しちゃ、とか言うんですよ。すごくない？超ロマンチックじゃない？ なんか、泣いたらダイヤモンドいっぱい出てきちゃう、ダメだよ、とか言って。でも私はそれ売って儲けようかなとか言うんですよ。それジョーク言ってくるんですけど。で、なんかね、なんて言うんだろう。こう、言われたのがさ、あんたが今泣いてる間に、そのオーナーね、T さんって言うんだけど、T さん寝てるよっつって、あんたがね、さ、悲しそうにこうやってこうやって泣いて、ああとかいろいろわーって考えてる時に、 T さん何してると思う、家で寝てるか女と遊んでるよ、とか言われて、 なんか、
それだよ、そうだよなとか思って、なんかふと冷静になったんですよ、その時。確かにあいつは100%寝てるだろうな、家に帰ってと思って。別に寝てるが悪いとかじゃなくてね、そう考えたらなんかアホみたいだなって思ってきて、泣くのやめたんですよ。で、なんて言うんだろうね。いや別にいいんだよ、どう過ごそうが、その日一日とか。例えばなんか気になることがあったりとか、取りつかれてる考えとかって人間ってあるじゃん、常に。そういう時にどう過ごしてもいいんだけど、ただやっぱり私は時間は有限なので、悩むならその悩みを、なんか例えば舞台のお話、すいません、お話とか歌とか踊りとか何でもいいけど、そのネタになるように、なんかこうつなげられるだったら、体感というか思いっきり浸ればいいと思うし、でもそういうのがないんだったら普通に多分楽しく過ごした方がいいんだろうなって最近思うんですよ。なかなかに難しいことなんだけどね、これは。だからそのためのなんかスイッチを作るのはすごい大事だなと思ってて、昔は私すごい胃腸とかが元気で何でも食べれた時代は、すげえむしゃくしゃしたり、なんかこううーっていう日があると、食べるもんが2つあって、1個がニューデイズとかに売ってる黒いね、醤油っぽい感じの見た目のご飯に海苔がぺちゃんってくる、これ丸いおにぎりあるじゃないですか、湿ってる海苔がついてるおにぎりってあるじゃないですか、あれの和風ツナってやつがあって、和風ツナを食べながら家に帰るっていうのが1個あったんですね。それか、もしくはもっとお腹元気だったら、UFO 食べてたんですよ。それがなんか自分のスイッチの切り替えだったんですね。これ食ったら忘れるみたいな。これを食う間はうじうじマックスしようみたいな。なんか割とそういうタイプだったんですけど、最近はやってないけどね。なんだけど、そう。で、最近は、なんかちょっと、こうね、私も、もう、もう今は全然元気なんですけど、弾薬もしてるし。すごい弾薬してね、もうすぐで1年になると思う。おお、すごい、おめでとう、おめでとう。弾薬して1年です。すごいじゃん、私。そうそう、あとなんかむやみに自分を褒めるのもいいと思いますよ。なんか自分を褒めるとバカじゃねとか思うじゃん。意外とね、バカみたいなことやるといいと思いますよ。でも私、生きられるんだったら別にいいじゃん、それで。こんなさ、くっそ暑い中外出たりしてさ、例えば、なんかどっか行かなきゃいけなかったりするじゃん。そしたらさ、もう私、外出た瞬間に、八重みなみ、今日は外に出てますよ、割と。でも、そういうのも、私は大事だと思う。いいんだよ、そういうので。とか、まあ、あと今はね、なんだっけ、なんか言おうとしたの忘れたんだよな。あ、そう、私ね、映画見るんですよ。映画すごい好きなんですけど、でも最近ね、やっぱりね、脚本書かなきゃいけないから、演劇の頭にしなきゃと思って演劇ばっかり見てたんですけど、でもやっぱり映画好きだから、映画すごい見るんですよ。で、私の、元気になる映画っていうのがあって、で2つあるんですよ、それが。で1個はスピルバーグの「ターミナル」、ずっと言ってるけど、トム・ハンクスのね、主演、キャサリン・ゼタ・ジョーンズが出てくるんですよ。で、「ターミナル」大好きだから、「ターミナル」はすげえ元気なんですよ、見ると。で「ターミナル」か、あとはインド映画の「ディア・ライフ」っていう映画があって、大好きなアーリア・バットとロマンスの貴公子の シャルク・カン大先生が出てるんですけど、その2つを見ます。
その2つをもう無限につけ、ずっと永遠につけてるんですよ、ずっと。そうするとね、安定するんですよ、すごい。 それをつけながら写真を撮ったりするとかすると安心します。安心っていうか、なんかこう精神がちゃんと戻るっていうか。あとはあれだね、歌うというのも大事ですね。声を出すというのはすごい、それ昨日親友と電話で喋ってたんだけど、声を出すっていうのはね、すっげえ大事、本当に大事で、やっぱね、鬱だった時に、ど鬱マックスだった時に、やっぱりね、声出せなかったんですよ。声がどんどんちっちゃくなって、声が出せなくて、で、しかも私一人で暮らしてるからさ、喋んないんだよね、基本的に。独り言言うか喋らないかとかしかなくて。今はほら、和義がいるから、和ちゃんに、和ちゃんおはようとか言うけど、元気ですかとか言うけど、基本的に喋んないから、だからね、独り言言うとか、あとなんかその、ボイトレの練習するとかは、割とすごく、なんかね、元気になるよ。精神的になる気がします。まあ、あとはお掃除するとかかね、最近は。掃除機かけるとやっぱね、元気なんだよね。そう。あとなんか、だいぶあるな、いろいろ。なんか、思うのは、食べ物とかでもそうなんだけど、人が思いを込めて作ったものに触れるっていうのはすごく大事です。自分の体に入れるものとか、体に触れ合うものとか、だからこれもさ、今日、ワミちゃんが作ってる、かわいい金魚のつけてるんだけど、例えばこういうものとか、こうやってさ、ワミちゃんの思いが入ってるわけじゃん。私もピアスとか作るの好きだったんでわかるんですけど、やっぱね、一個一個ね、入るのよ、こう。っていうのとか、あと、この間ね、シンガーソングライターのエミちゃんって子がいるんですけど、エミちゃんのセミのすごい可愛い絵があって、それもお迎えさせていただいて、なんか、とか、あとこれね、自分で作ったんですよ。作ったってほどでもないけどね、ちょっとつなげただけだけど、なんか、そうで、カレンダー、まひろちゃんのカレンダーだし、なんかそういう、なんていうのかな、なんか人が思いを込めて作ったものを身につけたり、あと食べたり、私近くのイタリア料理すっげえ高いんだけどね。 びっくりする値段とかだったりするんだけど、全然メニュー値段見ないで買っちゃったりするとね。でも、あとね、別にね、特段、でもシェフによるんだよな。友達になったシェフがいて、彼が作ってくれたご飯は美味しかったんだよね。すっごい美味しくて。でもその次も美味しかったか。なんかこう、味以上のものを受け取ってる感じがして、私あのお店から。味とかじゃなくて。だからなんかね、正直なんかね、味があんまよくわかんない時とかあるんですよ、私。で、そういう時に行くから、多分、正常に味を認識できているかってちょっと怪しいんですけど、この話って誰かわかんのかな？なんか食べ物食べてて味しない時ない？ なんか味がわかんない時あるんですよ、結構。で、それはなんか前、病院とかで割といろいろ聞いたんで、いや、もうコロナとかかと思って、私最初、味わかんないんですよねって言ったんですけど、別にコロナではなくて、私はまあ違う原因がいろいろあるからしょうがないんですけど、でもね、やっぱ味わかんないなって時わかるんですよ。だからお酒の味とかも結構わかんない時あるんですよ、正直。で、なんかあんまり言うとあれなんだけどさ、私がウイスキー飲んでるのって、で、ウイスキー好きだからもあるんですけど、ウイスキーが一番味とか分かんなくなるとすごいよく分かるんですよ。あ、
香りがわからないっていう 時がたまーにあるんですよ。ずーっと頭動いちゃってる時とか。すごいね、なんかね、こういうこと言うとさ、すごいなんか未知の才能を秘めた人みたいな感じしない？ いや、バカですからね。すいません、バカなんです、私は。あのね、本当に冗談抜きでそういう時が、最近あんまないけど、前よくあって、頻繁に。やっぱやばいなと思うんです、すごい。だけど、どうしていいか分かんなくて。で、やっぱりね、自分のためにご飯作ってもね、あんまり美味しくないんだわ。美味しくないっていうか、美味しいけど、別になんですよ。なんか、それ以上の何かがあるわけですね。しかも私、毎日タジン鍋とかだから、あんまりないのね。で、だけど、その時にやっぱり、イタリア料理食べようって思ってカルパッチョとか食べに行くんですよ。カルパッチョが食べたくて最近。カルパッチョとか酸っぱいものが食べたいからピクルスとかそういうのを食べに行くんですけど、あとお酒を飲みに行くんですけど、なんかやっぱね、染み渡る感じがあるのよ、それでも。だからなんか、あとは誰と食べるかとかもあるんですけど、一人の時は、そういうふうに、こう、なんていうのかな、まあ私はおしゃべりが好きだから、そのシェフとかとね、お友達になっていろいろ聞いたりとか好きなんですけど、そう、なんかね、そういうご飯を食べたりするとすごく元気になります。あとやっぱね、最近もううちの近所のたまちゃんが教えてくれた薬膳のお店にはまりまくって、私も何回行ったんだろうぐらい行ってるんですけど、また行くんですけど、もうね、本当に美味しいんですよ、そこ。美味しいし、ボリュームもすごいし。で、薬膳酒っていうお酒があるんですけども、薬膳酒がマジでうまいんですよ。でね、薬膳だからすっごい食べるんだよね。お腹ポンポコリンぐらい食べちゃう、やっぱり。で、だけどね、次の日、まあやっぱ快調なんですよ、すごい。お腹がすっきりで、で、体重増えないんだよね。びっくりした。っていうのをね、もう何回か繰り返してるので、やっぱ薬膳って健康的なんだなと思って。そこはね、薬膳きのこローストってのがあるんですけども、それが本当に美味しくて、美味しいんだよ。行きたい人言ってね、連れてってあげるよ。連れてってあげるよって人が教えてくれた店をね、何我が物顔でねとかね、そういうこと考えちゃうんですよ、私。いや、でもさすがたまちゃん、美味しいもの知ってる。そう、美味しいもの知ってる友達って大事だよ。食べ物は大事だと思いますよ、本当に。あとはやっぱ私はスパイス食べちゃうんだけどね、元気なくなるとね、やっぱ祖国の味レベルになっちゃってるから スパイスがね。という感じでございやす。ね。今日も朗読するか。全然練習してないのよ、朗読を。練習しなきゃいけないんだけどね。私ね、谷川俊太郎さんが好きでね、なんかこう谷川さんの持ってる色彩っていうんですかね、こう色彩がある、あるじゃん、やっぱその作家さんとかって。谷川さんの持ってる色彩がすごく好きなんですよ。そう、なんかあんまりこう性別を感じないっていうか、でも男なんだよ、しっかり男なんだけど、あんまり性別を感じない感じもあって、そのね、ちょっとこの水彩画のような、なんて言うんだろうね、好きなんだよね、すごい。
すぐ象さんが町を闊歩しております。どこの国でもこれ難しいよね、距離ってね、距離感ってね、お互いにやっぱ恐れを持ってた方がいいよね、動物と人間はね。というわけで多分何にも練習しないんですごい疲れるんですけど、朗読を始めようと思います。私タバコ吸いすぎだよね、入ってんだけど吸っちゃうんだよね。今日は聞き慣れた歌、聞き慣れた歌、聞き慣れた歌、聞き慣れた歌というのを朗読しますね。じゃあ読み方合ってんのかな、まあ、いいやじゃあ行きます。谷川俊太郎、聞き慣れた歌なんか緊張してきちゃった括弧は歳時期では夏の鳥と考えられているけれど、ヨーロッパの北の方では春の鳥らしく、ドイツ系の両親のもとにイギリスに生まれ、生涯のほとんどをフランスに住んだ作曲家フレデリック・デリアスは、春、初めての括弧を聴いてというオーケストラのための小曲を書いている。一部をグリーグの作曲によるノルウェー民謡のメロディーによっているらしいが、私にはこの曲は例えばボーン・ウィリアムスやエドワード・エルガーの小曲と同じくイギリス的に聞こえる。デリアスの名を初めて知ったのはもう何年も前に、ケン・ラッセルが BBC のために作ったフィルムをテレビで見た時だ。この美しい叙情的な音楽を作った人を、ラッセルは性病に苦しむ癇癪持ちの老人として書いていた。幼い頃から夏を群馬県の高原にある父の山小屋で過ごしたので、カッコーの鳴き声は私の耳にも馴染んでいる。カッコーとホトトギスの声を聞くと、幼い私はなぜか安心したのを覚えている。後年、アメリカのニューイングランドに旅した時、懐かしい気がしたのは、そこが群馬の高原によく似ていたからであろう。そのニューイングランドの詩人エミリー・ディキンスンはある詩の中でこんな行を残している。コマドリはメロディーを判断する時の私の基準です。私もコマドリと同じところに育ったからです。でもカッコーのいるところで生まれたなら、聞き慣れた歌が真昼を支配するのだと彼にかけて誓うでしょう。身近な鳥の鳴き声が人に一体何を与えてくれるものか、それが人をどこに導くのか、私にはわからない。東京に住む私の周囲でも、いまだに鳥の鳴き声は確かに聞こえるが、私にはディキンスンのような行は書けそうにない。それは私が鳥のさえずりを聞く耳を失ってしまったからだろうか。日本では括弧は古名を閑古鳥といって寂しいものだと思われているらしい。クラリネットで奏されるデリアスの曲の中の括弧の鳴き声もどこか物浮く夢のうちで聞くようだ。浮き我よ、寂しがらせよ閑古鳥という有名な芭蕉の句にも似たような気分がある。現代の語感で考えると、ただでも憂鬱なのに、その上もっと寂しくしてくれというのは自虐的にも思えるが、寂しという語は古語辞典によると、本来あった生気や活気が失われて荒涼としていると感じる意、そして元の活気ある望ましい状態を求める気持ちでいる意だそうで、意味は英語のミスに近いから、芭蕉は括弧の声に
鬱からの救いを求めていたのかもしれない。鳥の鳴き声はどんな時も私たちに命を告げる。近頃、街中の交差点で聞くことのある電子音による鳥のさえずりが何とも不快なのは、あれが偽物だからだろう。偽物と本物を聞き分ける耳くらいは私にもまだ残っている。おお、場所って言っちゃった。場所だよね。だいぶ使いましたけど、すごいね。私これ今日パッて開いてこれにしようって思ったんですけど、まさかの鬱の話してましたよ。こういうことあるんですよねこういうことあるんですよね。そうなんだよ、本物と偽物中の見分けるのが大事なんだよ。わかるか、わかるか。目利きなんですよ。目利き、耳利きの世界ですよ、この世界は。ね、確かに括弧ってさ、訳ありで描かれるよねと思う。うん、それはね、わかる。寂しいものとして描かれるのもすごいよくわかる。もし括弧の声多分ちゃんと分かってないな。鳥の鳴き声が命を告げるっていうところで、やっぱスナフキンを思い出しましたね。スナフキンがね、旅に出ちゃって夏至からで帰ってくる時に春の調べを連れてくるんですよ。まあ曲作るんですよ、そこで。で、新しい歌をハーモニカで吹きながら帰ってくるんだけど、でムーミンがそれをずっと待ってるのね。で、鳥さんがそのスナフキンの歌聞いて、あっってなって、その歌を真似して鳥さんが歌うんですよ。で、それをムーミンが聞いて、あっ、春の調べだ、スナフキンが帰ってきたって言って、そう、あの二人は出会えるんです。ムーミンはスナフキンが大好きだから、もうスナフキン、スナフキン、もうスナフキンで頭がいっぱいなんです、ムーミンは。私あの2人の話が大好きなんです、本当に。で、それを見て怒るあのスノークのお嬢さん、私のことなんかどうだっていいのねって言って怒るんですよ。可愛いんですよ、本当に。可愛いやきもち、やきもちは可愛いところに留めましょう、皆さんで、スノークのお嬢さんを見ると思います。すごい、あの子がやってるぐらいは可愛いんで。なんか、ね、でもその長えな、今日32分喋ってるごめんね、久しぶりだからさ、喋っちゃうけど休みだし。やっぱりね、信念を持つというのは大事ですね。信念を持ち、何を表現するかというか、何を表すのかっていうのをちゃんと持っておくことは本当に大事です。というのは私はすごく思います。というわけで、特にもう喋ることはなくなりましたね。和義もフリーズしてるよ。で、これを動画を撮って、私はこの動画アップしに行かなきゃいけないね。近所のどっかに。暑そうだな、今日。そうだよね、今日も。
そんなわけでアップしに行こうと思います。あ、中国だ。中国の話だったんだ、これ。というわけで、ちょっとアップしに行ってこようと思います。皆さん、お元気で。お元気で。それでは。